はい、お願いします。はい、お願いします。大丈夫ですか、こんな感じで。え、主催。いや、うちもない、主催なんで。うちもないのよ、そういうの。ないですか、ちゃんとした挨拶的なの。いきなり始まる感じで。はい、ということで今日は、はい、よろしくお願いします。はい、はい、フロンティアチャンネルさんとコラボということでね。はい、はい、小林っすね。まあ、なんならもう。え、小林っすね。一人しかいない。確かに3分の1。はい、皆さんご存知、小林亮です、ね。よろしくお願いします。はい、ということで、りょうくんの、まあ、フロンティアチャンネルの方でも、まあ、さっき僕とコラボさせてもらって、上がったタイミングで見ていただければ。はい、そうですね。はい、で、こちらは？で、こちらは、僕もりょうくんのそのチャンネル見させてもらってて、で、まあ、この間、りょうくんが、あの、林和樹くんと、まあ、平泳ぎのことをこうね、テクニックのことをいろいろ話をしてて、はい、あの動画の中でね、こう、いろいろ村くんの泳ぎがとか、はいはい、戸籍くんの泳ぎがとか、花倉くんの泳ぎがとか、言ってましたね、そんなことを。はい、取り上げていて、ただ、あまりジュニア向けだよね、とは言うけど、一体何がジュニア向けなのかっていうのは語られてなくて、マスターズスイマーが真似してもいいよねって村くんの泳ぎを見て言ってたんだけど、具体何がマスターズスイマーにとってあれを亮くんが真似してもいいんじゃないかと思ってるっていうところが、あの動画では分からなくて、なるほど。なので、それをちょっと分かんないですね。それを具体的に聞いてみたいなという、ああ、そういうことですね、感じですね。で、なんかちょっと動画探したんだけど、村くんの水中動画なんか僕はなかなか見つけられなくて、あの横浜でやった日本選手権優勝したやつには出てますね。で、村くんと花車くんと小関くんの泳ぎをあの時は説明してて、はい、ああ、はい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 、谷口くんも一応多分出してた。ああ、確かに、はい、多分ね。だから谷口くんと花車くんが同じ類型にしてるんだよね、あの時は。まあ比較的状態を持ち上げて、そうですね、グッとこう、はい、あの引っ張っていくっていうんですかね、うん、前にいう感じ。まあ本人たちがどういうふうに意識してるかわかんないですけど、まあ僕はそういうふうに映ったっていう感じですね。まあこっちが見た感じでカテゴリー分けすると、はいはい、まあそういうタイプ分けみたいな感じ。まああくまでもこれ僕のと彼の見た目で本人に直接それはやってるわけじゃないんで、うん、話半分で。はい。聞いてくださいと。そういうことですね。はい。はい、で、何ですかって。じゃあマスタースイマー向け、はい、はい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 。って言ってた村くん。マスタースイマーが真似してもいいんじゃないかと。村くんの泳ぎは、なんか比較的、省エネみたいなものが上手みたいな話をしてて、ね、はい、ただ村くんって比較的ピッチも多いし、そうですね、たくさん書くし、はい、で、そのなんだろう、省エネだけど、まあ結局は彼があんだけ泳ぎきれるのはもちろん村くんの練習量ありきだとは思うんだけど、はい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 、とはいえでも上手だよねって話はまあすごいされてて、2人とか。はい、まあ、りょうくんたちが見る村くんの特徴っていうのは何かなって。林と僕が同じ感覚なのかは分かんないですけど、うん、そこの時にあのしてないんで、うん、まあ、サクッと言って。りょうくんのって。そうですね。まあ特徴としては、平べったいですね。あ、まあね。確かに状態があんまりこう、はい、これは、あの、上げれない人が方が多いです。単純にまずその、ぐっとこう持ち上げれない。あそこまでね。はい。上げれない人が多いから、うん、多くて、平べったく泳ぐ方が簡単です。単純に。はいはいはい。ほとんど本当にもう首の、そういう感じだね、村君ってね、はい。なので、真似できるかって言ったら、できないですよ。いや、まあ、それはね、真似できたらあのタイムで泳げるんだ、はい、そうです。真似できないです。あの、で、そのフィジカルがあるから全部できる、なせる技ではあるんですけど、うん、例えばキックとかも結構強いし、まあ、ピッチの、ね、ピッチというか、あの、キレがあるんで、うん、それをなかなかじゃあマスターズでキレ出せるかっていうと、うん、まあ、難しいけど、うん、あの、で、あの、ピッチで泳げるのかみたいなのもあるんですけど、うん、まあ、彼ピッチ遅くても速いですからね、普通に。伸びて泳いでもってことね。そうですね。200メートルとかの14か15ぐらいで、28から9ぐらいでいきますし、うんうんうん、普段の練習とかもめっちゃ伸びて速いんで、話聞いた感じだと。うん、なので、割と伸びて泳ぐ動きでもいいっていうので、うん、まあ、まず平べったいですね、そこが、うん。で、プルもそんなにグッとこうめっちゃ書くわけ、書いていくっていうところでもないっていう。なので、その、まあすごい大雑把に言うと、推進力で進んでるわけじゃないっていうことです。推進力出す方が難しいです。抵抗を減らすことよりも、はいはいはい、ほとんどの人が推進力出すっていうのはこうやっぱ相当パワーもそれだけグッと水に当てる力もいるし、うん、要はこのワンストロークかけるための例えば同じストロークで同じ速度で同じ軌道で動かし、まあ、軌道はあれですけど動かした時にじゃあどうやったら速くなるかって言ったら1回で水を動かせる量を増やすしかないわけじゃないですか、うんうん、それが変わらんうちは同じ動きしてたら進む
量も一緒なわけじゃないですか。ワンストロークで例えば10リットルが20リットル動かせるようになったらそれだけ進むし、うん、でもそれってめっちゃ難しいじゃないですか、うん、それを実現するためには、うん、でもう一つは速度ですよね。こう各同じ10キロ10リットルの水を動かすにしても早く動かした方が進むじゃないですか、うん、でもそれもまたこう早く動かせば動かすだけここの水の水圧っていうのは重くなるから、まあ、それを実現するための筋力も上がってくるし、うん、だからそのつまる話で言うと PT とか海外の選手って今こうすごい推進力に引っ張ってるんですよ、うん、昔は抵抗を減らす方だったんですけど、うん、にフォーカスが当たってて北島世代のぐらいそうですね、うん、はい、なので日本人強かったですね、うんうん、で今やっぱりこうどんどんこう抵抗とかよりも推進力みたいな、うん、ガンガンいくようになってくるから、うん、まあもちろん体でかい方が有利になるし、うん、筋力あってパワーあるやつが有利になるし、うん、これは今時代なんでまたその戻るかもしれないですけど、うん、抵抗をより抵抗の少ない動きっていうのが誰かによって編み出されて、うん、あの速度でそうですね、まあ、北島康介の時選手の時もああいう風よりもいいって言われてたんで、うん、なんならその前は速かったんですピッチ、うん、みんなぐいぐい速くて、うん、書いてたのがストロークを落とす方向に行って、うんうんうん、で世界もそっちに行って、うん、基本的には世界一に右習いなんで、まあ、引っ張らないですよね、はい、でまたその戻ったっていう感じなんで、うん、そっからまたその同じ動きにはなってないですよ。ピッチ上げて伸びたでまたピッチ戻った時に、うん、こっちのピッチに、まあ、同じ動きにはなってない、まあ、だからその伸びた時の動きも同じ動きにはならないと思うんですけど、うん、で時代がそうなんですけど今そういう時代なんで、うん、推進力の時代もあって外人が言ってるんですけどだからその推進力出すっていうのはすごい難しいのかなっていうのがあって、うん、で村君はどっちかというとそっちよりもテクニカルな方がすごい上手い、うん、推進力を出すって言ってるのはさこう時間軸こっち取って速度を縦に取った時に、はい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 、その最大速度が大きいっていう話とはまた別そうですねこう要はさ最終的には面積じゃんその移動する距離っていうのは時間に対して速度があってこう積分したものが結局移動だから一瞬高くてもこの面積が一緒だったらこうとこうが結局一緒でしょって話があるじゃん。でそれって推進力って言ってるのは比較的要はこういう最大速度が出て、はい、特にブレの場合だとキッククプルが最強です、うん、キックまあさっきの話もそうですけどキックで蹴った後のプルが入るんでキックで打った速度を超越するプルが大事です加速できるんでそうするとピッチを上げれば上げるだけ速いですおだってあのイメージつかないけどねキックで出した速度だってここが一番速そうじゃんここグーンっていった後のその加速その後にプルでのギュンとさらなる加速を出せるのが最強かなとは思ってます。それができてるかどうかっていうのは、うん、あのグラフを見てないんで、うんはいはいはい、わかんないですけど理屈的にはそうかなとは思います、うん、あのピッチを上げるなら、うんうん、これが結局ゴンゴンなんじゃなくて、まあ、どっちかというとずっとこうスーッていく感じ。そうそうそうだから村君はどっちかというとそっちってことだよね、はい、なのかなっていう、まあ、イメージ的には、うんはい、ずっとこうなんていうんですかねギュンギュンっていうよりはスーッていう滑らかにずっとす、ね、同じ加速感で進んでいく、はいはい、速度感で進んでいってるなっていうのと単純にテクニックとして平べったいのがまず一つでプルもそんなにこう一生懸命グイッと書いてなくて割とスカーリングっぽい感じでキックもそんななんかこう蹴ってお尻上げたりとか肩上げたりっていうよりはもう本当にこう本当にもうまっすぐまっすぐまっすぐっていう感じなんで意識しやすい表面上真似しやすい動きで、まあ、パワーのいらない人もない人とかも、うん、割とそっちは振っても推進力の高い人を真似しようと思うと推進力を出せないといけないんで、まあそうだね、結局それはでもパワーありきになる部分は大きいよね最終的には、うん、まあまあまあそこ速さの問題を突き詰めると、うんまあ、村君もパワーないかって言ったらあるし、まあ、そうそうキックの推進力もあるんだけど他の選手そのグッとこう引っ張るような選手体をグッとこう上げるってことはそれだけこう、まあ、腕でいくんで腕でこう引っ掛けてそれを体前に持っていくんで、うんまあ、背中の力いろいろテクニックとして難しいなっていうのはありますね、うん、体をこうグッと前に持ってかあたた上げて谷口君とかでしょだからっていうそうですね、うん、あれを真似できるかっていう単純に話としてできたら早いのかもしれないですけど、まあ、なかなか難しいなっていうところが一つ、まあ、でまっすぐ理屈的に分かりやすいのもあるし、うんうん、PT と中国の単海洋どっちが真似しやすいかって言ったら多分単海洋だと思うんですよ、うん、あのプルの動きとかもすごい特殊だし PT はまあそうだねなんかこうどっちかっていうと単海洋も
あんまりこうグイッ上がってるんですけど、あれはもともと高いんで上がって見えるっていうんですかね。あ、もともといるボディポジションが高い。そうですね。で腕もそんなこうなんていうんですかね、こういうこんな感じでいかなくて、割となんかその本当に基本に近いんですかね、基本をそのままやってるっていう感覚ですね。功績にしかり、村君にしかり、三海洋にしかり、それをやった上でどういう風に、それがベースで上がっていってるっていう感じ。ベースの時代がその大きく分けてさ、体を持ち上げるのと、まあ、持ち上げないのがあるじゃない。はいはいはい、それって持ち上げる人は何て言ったら何のメリットを享受するために持ち上げてて、持ち上げない人は逆に持ち上げないことによるメリットは何がこう享受されてるの？持ち上げるのは抵抗を減らすためです。だから結局抵抗は減らすための手段としての違いなんですけど、うん、上げた方がまあ出ちゃうからね、とりあえずね、体の部分が出る方が絶対抵抗ないじゃないですか。でそれを何回もできるんだったらそっちの方がいいですけど、それできる人がはやっぱりそれなりのこうフィジカルとかが、うん、村君もできるとは思うんですけどね、そういう練習をすればそっちの動きをね、そうですね、真似していけばね、はい。まあでもそもそも体が立ってるように見えるけど、あの人たち別にこっち下がってないじゃん。こうなるけど。あ、そうですね。そう。みんな、平泳ぎ、体立っちゃダメって思ってる人結構多いじゃん。はい。でも、体が立ってれば、これがダメなっていう話じゃん。はい。で、あの人たちは、ここ立ってるように見えるじゃん。だって、どう見ても PT とかさ、谷口くんとか、こうなってるじゃん。足はまっすぐですね。そう。だけど、結局、下半身が究極フラットなままだったら、まあ、一旦こう持ち上げるメリットがあるっていうことだよね。はい、この状態のまま。まっすぐなら。うん。あとは、水面浮いてるのが大前提ですね。沈んでたらどんだけ上げてもぶつかるんで、うんうんうん、上げてこんだけだったら体もその下は当たってるんで、だから浮かせれてるっていうのが大前提なのと、あとはキック打った時にボディポジションは上がりやすいですね。キック入った時にこうフラットで呼吸してやってるのは、どっちかとこう水没させてまっすぐ行くベクトルをめっちゃ強めて、うん、でその進んでる感じなんで、うん、でも上げる方っていうのは上げた後にこう前に倒れるんで、要はこう体が一瞬なんかサーフェスみたいになるんですよ。キックドーンってここで入るんで、うん、なのでそれができてる選手って結構その尾底骨ぐらいから肩甲骨まで水乗ってない時間あるんですよ、こうスーッとこう、うん、だから水の水面の上、うん、水をどけてるんでそう見えるんですけど、うん、要はこう高い位置ですごい水深が入ってる、うん、でもそれをするのって結構やっぱエネルギーいりますね、まあ、難しいね、上げなきゃいけないし、そもそもドーン上げる、あ、そうです、そうです。なので難しいですよ、普通に。それって、なんかさ、どのぐらいのレベルから実現可能なの？なんか、1分5秒の人でその泳ぎも一応可能なの？調水1分5秒かかる人で、いやー、こういう感じの平泳ぎをやっていく。やってる人いますか？僕なんか、ね、あんまり見かけない。いないっすね。だからそれができあれをやれる泳速って結局もうちょっと上なんじゃないかというか。そうですね。で、若いやつとかで、こう頑張ってやる、上げてる、とかは40秒台でもいるんですけどその大事なのは進んでるかどうかなんで、まあそろそろ、はい、だから上げれても目的じゃない、そんなその背をこうやるっていうのは、うん、割とやっぱ背中の背骨の柔らかさもいるじゃないですか、うん、反るわけなんで、ね、で、まあ、腰をあんまり反りすぎるとやっぱ痛めるんで、それをケツで補助するんですよ、ホールドするんで、ケツでホールドすることによって腰が痛めないように我慢するんで、うん、あんまりこの腰とかをぐやってやってるわけではないんですけど、まあそれができないとやっぱり腰痛めると思うし、まあどうなんですかね、どれぐらいのレベルかはちょっとわかんないですけど。まあまあ上級者向けで、だからあの動き自体。まあそれは間違いないですね。じゃあその村くんとかが、じゃあ古関とかが上級者じゃないのかって言ったらもうめっちゃ上級者多分できるんだけどいやいや、できるんだけどそっち方向に振ってないっていう戦い方をちょっと多分変えて、なるべく省エネで、200も戦ってたんで、うん、彼らは特に。そういうので、でまあ、古関はそれでもスピードもかなり出てたんで。まあね、58で泳いでたから、ね。そうですね。まあでも